一手谷村選手です。準優ジュニエス、インから押し切って、直前の丸亀から連続優勝です、おめでとうございますドリーム一着など、予選トップ通過で、気配抜群かと思いきや、ちょっとコメント見ますと、えー、順位前、出足に警戒さがなく、厳しいという,ようなお話でしたけれども、えー、順位を走ってみて、いかがですかそうですね、うーんと、タンマーリーが少し違和感というか、スムーズさがちょっとないので。 うん、レースしづらいんですけど、えーとまあ、展開が本当すごい良かったので、えー、着順、まとまってます、はい、はいえー、では、あとは最終日、整備調整はどんなところにプロペラをもう少しやってみようと思ってます、はいもう、ねえー、見ている方うは、ね、十分安心感があるんですけども、うん、あとは本番、待つのみで1号艇です、一度コース確認したいんですけどももう1コースから行きますそして残るはスタート、スタート感いかがでしょう。 スタートはえっ、ー、とプロペラーってない時に少し息、えー、足とかに影響が出てあ気持ちよくはいけてないんですけども、まあ、タイミングはそれなりなので、えーまあ、しっかり練習して、はい、いいスタート行きたいと思います。はい、じゃ期待が集まると思います。ファンの方にメッセージお願いします。はい、えっ、ー、と気合で走します。応援よろしくお願いします。 二号艇地元吉川義次選手です。準優十一レスからインからしっかり押し切って、久々の地元優ーです。おめでとうございます。ありがとうございます。えー、予選はね、オール三連体で二通過。そしてモーター四十八が、これで初おろから三連続優越ということなんですけども。えー、手応えはいかがでしょうか。出足はもういいと思います。出足はいい。はい、あと、伸び足、回り足はどうでしょう。は、もう、あの上位だと思います上位。はい、じゃあ、もう最終日はペラの微調整ぐらいなんでしょうかね。はい。 はい、じゃああとはもうね本番松の美ですね。はい。二、えー、号手コース通りどうでしょう。あ、もう二コースから行きたいと思います。はい。今節のスタート感はどうでしょうか。感動で行けてます。はい。ちょっと暑い日が続くんですが、選手の皆さんとか気力体力どうなんでしょう。いやもうまあまあバテてます。でまあ四日間のね短期決戦ですからね。はい。ちょっとそれは救われますね。はい、では、えー、地元のね一戦、えー、期待したいと思います。ファンの方にメッセージお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。 3号艇河野選手です。最初の準優第10レースインからのコーススタートで押し切って優出1番乗りです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。初日のドリーム6コースからの大変以外は2連隊の好成績モーター54も前回ね。準優勝モーターということで、力強さとか手応えどうでしょう。そうですね。あの、ちょっと伸びがなんか劣勢な感じはするんですけど、またんまりはしっかりしてきたかなと思います。はい、じゃ 最終日はそのあたりの調整ですか。そうですね。はい。三、はいえー、号艇です。コースリーどうでしょう。まあ多分三コースになると思うんで、はい。スタートだけしっかり決めたいですね。えー、スタート間ね、そのスタート間は今晩自体も大体出てるんですが、ご自身の感はどうでしょう。うん、あんまり思い切っていけてないんで、まあ、朝からしっかり練習したいと思います。はい。じゃあ最後ファンの方にメッセージお願いします。はい。えっ、ー、と最後まで一生懸命走ります。お願い,お願いします。四号艇石田選手です。 準優十一レースは、一周バックは四人の二番手数から、二マークで、単独二着で、優出、おめでとうございます。ありがとうございます。初日、連勝の後、ちょっと二日目ペースが落ちましたが、また今日三日目、上昇気配という、いい感じになってきたんでしょうか。そうですね。初日ちょっとエース行き過ぎたんで、二日目ちょっと自重したんですけど。まあ、今日は、あの、スタートも、エンジン、ペラ、の調整。 全部良かったと思います。はい、じゃあもう上を向いてきた。あとはね。本番待つのみですから、もう足の方ももう心配なしでそうですね。今日の足はだったらいいと思います。はい、わかりました。さあ、4号艇です。コースリーどうでしょうか？そうですね。まあわくわく視聴していきたいと思います、えー、スタートはね。先ほどもねいい感じになってきたということで。あとは本番待つのみです。えー、では、最後ファンの方にメッセージお願いします。はい、いつも通り精一杯走りますんで、応援お願いします。 五号艇東寺選手です。最初の第中レースの準優勝戦、三コースから二着でビアコ連続輸出です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。えー、ちょっとあのー、コメントを見ると握り込みが気になるというようなお話もあったんですけども、はい、準優勝戦まで来てどうでしょうか。まあ、えー、っとちょっと気になりますけど、まあ慣れてきました。慣れてきましたか。はい。はい、えー。なんとかいけそうですか。そうですね。はい。はいえー、さああとは五号艇ということでコース取りはどうでしょうか。 ま5コースから行きたいです、はい。そしてスタート間、今節はスタート間いかがでしょう。えっとまあ、そんなに早いのがバッチリし行けてないんですけど、明日集中していきたいと思います。はい、えー、今節、水面状況とか気温の暑さとかいかがですか？えっと慣れてきました。はい、はい、ではファンの方に最後メッセージお願いします。はい、えー、明日一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。 六号手吉永選手です。準優ジュニアス日着争いは道中大逆転二番手浮上での優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。えー、今節二日目一日着でその後調子も上げて、えー、船足とかその気配も上々ですか。そうですね。初日から良かったです。はい。あとはもう整備調整最終日どうでしょう。いやもうこのままいくと思います。はい。最近は三場所前のア屋で優勝。えー、それをあとも予選通過がついておりましてご自身でもこういいリズムなんでしょうか。そうですね。リズムはいいですね。 はいではこの勢いをね見せてほしいですね、えー、6号程度ということであとはコースいかがでしょうまあ6コースから行くと思いますはいそして最後はスタート感いかがですかそうですね最後は全速で行けたんで林さんも全速で行けれるようにはいまた準優のような見せ場を作ってほしいと思いますメッセージお願いしますそうですねあのいい足してるんであの優勝できるように頑張るんでよろしくお願いします